一日一日をハッピーに私は走ったり飛んだりすることができませんどうしてって私の足は車椅子だからです私は田舎の小さな村に生まれました子供の頃は虫捕りをしたり近くの山に登ったり 走り回ったり、運動も大好きで、いろんなスポーツにもチャレンジしていました。大人になれば、旅行に行ったり、友達と遊んだり、明るく元気で、どこにでもいる女の子。でも、その日常は、ある日突然変わってしまったのです。あ、やばいとさ、あれ 足が動かない。私は誤って高いところから落ちてしまいました。7時間の手術が終わって目が覚めたとき、私は点滴がつなげられ呼吸器がつけられ、手も思うようには動かすことができません。私はこう思いました。お腹が空いた。 ご飯はいつかななんだろうなどんな時でもお腹はすくんですね。腕が少し動くようになった私が一番初めにやったこと。それは車椅子で生活をしている人たちを見つけること。でもなかなか見つからない。見つかっても多くは外国人の人ばかり。 日本で車椅子乗っている人いないはずがないよね。不思議に思いました。いっぱい調べれば調べるほど日本人は車椅子は不幸だという考えが大きいみたいな気がします。なんでかななんでなんだろうな私は 車椅子になっても不幸とは思ってなかったし、悲しんでもいませんでした。それよりも自分の怪我のことを調べたり、車椅子のことを調べたり、退院したらやりたいことをたくさん思い描いていました。私が進もうとする世界には、明るい光しか差し込んでいなかったのです。入院中も、 たくさんのことにチャレンジして、車椅子の人たちとたくさん話しました。車椅子で生活ができるようになることは簡単なことではありません。でも、毎日リハビリを楽しんでいました。何度も何度も失敗して、うまくできない日々も続きましたが、できないと思ったらできない。できると思ったらできる。 この言葉を声になし、諦めずチャレンジし続けました。不思議なことに、全くできなかったことも気づけばいつの間にか簡単にできていました。人はいつでも進み続ければ成長するんです。私は退院し、お家に戻りました。入院してから一度も訪れることのなかったお家。 何もかもが前とは違った風景。戸惑いは隠せません。病院のように過ごしやすいわけでもありません。だからあえて不自由を残しながら生活することを決めました。自分に甘えないためです。どんな不自由が待ち受けていても乗り越えられるようにするためです。 ずっと自分のために動いていた足が急に動かなくなって、まだまだ出会ったばかりの車椅子と仲良くしようということは難しいことです。だけど、これから私の足となり、いろんな世界に連れて行ってくれるのはこの車椅子なんです。失敗やくじけることは誰にでもあります。 そこから一歩踏み出すことはとても怖くて勇気がいることです。でも世の中は本当に広くていろんな可能性がたくさん落ちています。一歩踏み出す勇気さえあれば歩き進んでいく気持ちさえあれば楽しいことが広がっているはずなんです。この世界には たくさんの人たちがいて、一人一人が特別な日々を過ごしています。だから、私も自分の時間が毎日特別な時間になるように、前を向いて歩き続けます。一日一日をハッピーに。これが私の口癖です。そのおかげで、 今まで出会ったことのないたくさんの人たちと出会い、そしてその人たちとどんどん笑顔になっていきました。でもまだまだこれからです。まだ私と車椅子の長い旅は始まったばかりです。私の足は動かない。でも心はどんどん前に動いている。 好きな人たちに会って好きな仕事をしていろんな世界を旅して笑顔と共に思い出を刻んでいきたい。動かないのは足だけなの。そんなことじゃ止まれない。みんなの心も巻き込むほどにこれからも私のわだちを残していくよ。 Oh,